ルールとエミルのカルタ大会。今日はプリキュアたちのカルタをして遊んでいきますよ。うわー、とっても可愛いカルタなのです。カルタの読み札が読まれるので、それを私とエミルで読まれた札を取っていきますよ。読み札をシャッフルして、カルタ大会スタート。まずはじめは、目指すのは超イケてる大人のお姉さん。目指すのは超イケてる大人のお姉さん。一体どのカードかな。あ、見つけましたよ。目指すのは超イケてる大人のお姉さんは、はい、このカードですね。花はめっちゃイケてる大人のお姉さんを目指して日々頑張ってますよね。ルール1ポイントゲット。負けてられないのです。さあ次、秘密だよ私のハリーへの気持ち。秘密だよ私のハリーへの気持ち。秘密だよ私のハリーへの気持ち。この札はどれかな。あ、これなのです。秘密だよ私のハリーへの気持ちはこの札なのです。ハマル先輩かわいい。ハリーへの気持ち、どんな気持ちなんでしょうね。今のところ1対1、負けませんよ私だって。次読みます。お薬は超激辛デッドアライブカレー。お薬は超激辛デッドアライブカレー。お薬は超激辛デッドアライブカレー。あ、発見しました。なんだかすごい札ですが、お薬は超激辛デッドアライブカレー、この札ですね。超激辛デッドアライブカレーを薬にしたら余計ひどくなるんじゃないですか。次読みます。ハートフォーユー、ハートフォーユー、ハートフォーユー。あ、見つけたのです。はい、ハートフォーユーはこの札なのです。今のところ2対2ですね。いい勝負なのです。残りのカルタは6枚、全部取っちゃいますよ。次、みんなを癒す知恵のプリキュアキュアンジュ。みんなを癒す知恵のプリキュアキュアンジュ。みんなを癒す知恵のプリキュアキュアンジュ。あ、見つけました。あー、私も見つけたのです。よいしょっと。はい、先にゲットしたのは私ですね。みんなを癒す知恵のプリキュアキュアンジュ、かわいいですよね。憧れちゃいます。悔しいのです。次は負けませんよ。次、フレフレみんな、フレフレ私、輝く未来を抱きしめて。フレフレみんな、フレフレ私、輝く未来を抱きしめて。はい、これです。ふう、シンプルに取られちゃいました。カルタの札もあと4枚。次、スタースラッシュ、スタースラッシュ。はい、近くにあったのにすぐ取れたのです。次は私がゲットしますよ。次の札、天使みたいな女の子ヤクシジサーヤ。天使みたいな女の子ヤクシジサーヤ。あ、見つけました。私が先に、私なのです。あ、転んでしまったのです。先にゲットしてるのはエミルの方やったのです。天使サーヤ先輩のカードゲットなのです。屈辱。残るはあと2枚。いきますよ。イケてんじゃん応援するよ君の夢。イケてんじゃん応援するよ君の夢。イケてんじゃん応援するよ君の夢。はい、メジョック、足元にあるものを取られてしまったのです。ふふふ、私のカルタへの執念、思い知りましたか。すごいのです。残るカルタはあと1枚。
これまで2人がゲットしたカルタはエミルが4枚、ルールは5枚だよ。この対決どちらが勝つかな。私が勝つかルールが勝つかコメント欄に書いて予想してほしいのです。予想したらぜひグッドボタンも押してくださいね。最後の読み札読みます。ソウルがシャウトするのです。ソウルがシャウトするのです。この札は私が取らなくて誰が取るというのですか。はい、ソウルがシャウトするのです。ゲットしました。取られてしまいました。ルールは5枚、エミルも5枚の同点でした。まさかの同点なのです。決着は次回ですね。この動画が面白かったよっていう人はグッドボタンを押してください。プリキュアカルタをやってみたいっていう人もコメント欄にプリキュアカルタ楽しそう、やってみたいって書いて教えてくださいね。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これから